一振りで決めた今の気持ちをお聞かせください。でも打った瞬間の手応えは結構あったんではないでしょうか。ちょっと危ないなと思ったんですけど、外野は前にいてくれたので抜けてくれました。初球から積極的に行きましたね。そうですね、やっぱり自分のいいところでもあるんで、そこを忘れずに今日はもう初球から思い切っていこうと思って臨みました。どうでしょう、ご自身のバットで決めてやるという気持ちはあったんでしょうか。そうですね、もちろんありました。そして見事決めてラインが自分たちの元に走ってきてくれました。どんな気持ちだったですか。そうですね、多分キックがいたら来てないかもしれないですけど、キックいないんでみんな走ってきてくれましたね、はい。そしてこの雨の中最後まで残ってくれたファンの皆さん、もう大喜びでした。そうですね、本当に天気の悪い中最後まで残って応援してくださって本当にありがとうございます。そしてファンの皆さんがやっぱり松山選手の一言を期待していると思うんですが。そうですね、まずはコロナでちょっと抜けてしまった選手たちのために、今日またいい勝ち方ができたので、また明日からも、チーム一丸となって若い選手もすごく頑張ってくれているので、僕もベテランとしてみんなを引っ張っていけるように頑張っていきたいと思います。そして鹿児島にいる DJ マーちゃん、今日俺やってよ。ありがとうございました。今日のヒーローは松山選手でした。もう一度大きな拍手をお願いします。松山選手のサヨナラヒット、延長11回の攻防、間宮宗八さんの解説。